え、ちょっと待って でも分かんない使い方が。皆さんこんにちは、アイリです。今日ですね、ラクシー12月号が届きました。ツイッターでもねお伝えしたんですけど、12月号がランコムのスキンケアが入ってるということで1ヶ月だけ注文しました。もうお風呂上がりバリバリの姿でお届けしたいと思います。はい、それではスタート。今月はクリスマス感満載ねえ。今月号はランコム、もう高級感半端ないですねでは開けていきます。おお、なんか高級感ありますね。まずはこちら、ジェニフィックアドバンストハイドロジェルメルティングマスク、シート状マスクです。長いですね、ジェニフィックアドバンストハイドロ、はい、こちらはね現品のシートマスクです。朝10分間でクイックに潤い感あふれる化粧のりのいい肌で、週末の約30分間でじっくりと若々しい輝きあふれるハリ肌。まあでも朝のクイックにはなんかもったいない気がしますけどねとにかく全部浸透させたいみたいな感じがしますけどね。ほんとすごいですね、高級感が。はい、で次がこちら、ジェニフィックアドバンストデュアルコンセントレート集中美容液、夜用ですね。1ヶ月の短期集中美容液ということで、揺らいだ肌さえも若々しく輝く肌印象へということで、短期集中ケア発酵生セラム。もう私頭悪いからなんか入ってこないんですけど、なんかいいっていうのはすごくわかる。はい、で次いきます。こちらがジェネフィックアドバンスト、肌本来の美しさを呼び覚まし若々しく輝く肌印象へって書いてあります。そう、本当これはもう昔から人気でベストコスメもね受賞している美容液なんですけれども、さっきは集中なんですけど、これはね本当に普段使う美容液ですね。うん、なんか美容液入ってるの嬉しいですよね。はい、次にこんな可愛いリップが入ってました。ラプソルルーズ、ラプソルルーズ、あ違う、なかなか言えない、ラプソルルーズ、あ違うあれ、ラプソルルージュ C132 カプリスという口紅が入ってました。すごい、まああのあんまり真っ赤な口紅は使わないんですけど、なんかすごくちっちゃくて、なんか私これはこれですごく可愛いなと思って。はい、で最後にミラクオールパルファン、すごい、すごい、私昔これ使ってたんですよ、すっごく気に入ってて、香水がつくなんて思ってなかったからすごい嬉しい。懐かしいすいません、ここでなんか同窓会みたいな開いちゃって申し訳ないんですけど、懐かしい香りがする。なんかスキンケア商品ばかりなのかなと思ってたんですけど、このねなんか2つが入ってたのが嬉しかったです。はい、ということで今日ねせっかくだから入ってたスキンケア使おうと思ってるんですけど、どうしようかな、これだけのはいいんですかね、専用した方がいいのか、せっかくなのでねシートマスクが入ってるのでこれを使っていこうかなと思います。もう本当に明日何にも予定ないんですけどちょっとすごい、なんかなんかあのビニールみたいなのがついてるんですよね。でも裏全部英語でちょっと何言ってるか分かんないんですよね。ちょっと待ってよもうこの時点でなんかテンパある私。あ、なんかあのすいません、なんかテンション、あのなんかいつもの、まあ、当たり前なんですけどクオリティファーストの感じとはちょっと違ってて、なんかもうどこを開いていいかわからない感じなんですよね。どこが開くのか、なるほど、あ、なるほど、もはや私どうやって使っていいかがわかんない。すいません、ちょっとテンパっちゃって、すいません。なんかですね、ここに透明なのがあって、間にあって、さらに白いビニールみたいのがあるんですよね。なんか3層になっていて、どこを肌につけるのかっていうのがいまいちわからないんですよね。もうずれてきちゃったし、どうしよう、なんかもうで一旦この
してみようかな。この白いのはつけたままいきますかね。ちょっと待って、ちょっと待って、私もうすっごいテンパってる。ちょっと待って、え、このし、ちょっと すいません、ほんとごめんなさい。これでいいんですかね、裏表ないんですかね。どうしよう、これ見てる人が違う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 と思ってたらごめんなさい。今手元にはですね、透明なフィルムと白いフィルムがあるんです。で、透明な方も白い方もお面みたいになってるんですよね。で、きっとどちらかを使うんですよね。もし使うんだったら白ですよね。こういう感じですかね。これで水分の蒸発を防ぐってことですかね。え、ちょっと待って。もうわかんない使い方が。これ合ってるかな。白いの取るのか、これ取るんですかね。これいや、もう私全然わかんないんですよね。ここなんかもうこれ英語かなって思うぐらい難しい。これ合ってますかね。こんなシートマスク聞いたことないですもんね。こんなウルトラマンみたいなマスクありますかね。ちょっと笑いが止まらない。こんなシートマスクあります。おかしいなこれ。ちょっと待って、一旦これは、ちょっと待って、私これさえも合ってるかどうかがわからない。裏表あるんですかねこれ。すっごい不安ですこれ。今ずっとねブツ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 言いながら20分経ったんですけど、この20分の間にもうここに使い方書いてあったんですよ。私もう全然見てなくて、もうこういうとこ本当に頭悪くて、ちゃんと見て使わないっていうね。上のここがもう全てだと思ってたんですけど、下にちゃんと日本語で透明のシートを取り除きとか全部ちゃんと書いてありました。ただ本当にもう不幸中の幸いだと思うんですけど、使い方としては一応合ってました。あの貼り方としては合ってたみたいです。よかった、不幸中の幸い。ということで撮っていきたいと思います。はい、もっちりしてる感じです。今こう触った感じだとどうなんだろう、なんか水分的に足りてるのかどうかっていうのがちょっと疑問なんですけど、あの肌質としてはもっちりした感じがします。そう、あのシリコン素材っぽかったので、ほんとぴったし綺麗にね空気を抜いて貼った方が良かったかなって途中で気づいたんですけど、私はねやっぱりうまく使いこなせてなかったなって今思いますね。クオリティファーストは結構あの撮った後もヌル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 してるんですけど、これはねもうそういった感じじゃなくて、でももっちりしっとりしたっていう感じですね。はい、ということで、あのちょっとテンパった動画になっちゃったんですけど、今日はですねラクシーの12月号の開封、そしてその中に入っていたシートマスクを使ってみました。今月買われた方よかったらご意見聞かせてください。はい、ということで今日もご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。おはようございます。昨日から一日経ちました。今日朝です。で、朝触ってみたら、もっちりしてました、肌が。で、洗い上がりは、そんなに劇的に変化したというのはないんですけど、でも、朝起きた時には、なんか、あ、もちもちしてるなっていう感じはしました。あと、シートマスクは、続けないとダメですね。すぐはわからない。